すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずそのセレッソ大阪のクラブとして、この未来事業を行うにあたって、まあ、どういったことを目的で、されているのか、森下社長からお願いします。そうですね、まあ、今回ね、大阪南ロータリークラブと、まあ、セレッソ大阪が、まあ、未来に、ね、子どもたちがこう夢を持って夢に向かっていろいろな、ね、形で、この経験を生かしていってもらいたいという思いの中で、まあ、こうやって共同で、ね、やらせていただきましたけども、まあ、非常に子どもたちも、まあ、講義の方では、勝也さんの、ね、いろいろな経験をお話しされた中で子どもたちも感じる部分もあったと思いますし、まあ、こうやってピッチに出た中でね、まあ、ボールを使った中でお互い協力したりね、いろんなことをこうやっていけるということで、まだこう今後のね、まあ、いろんなところの大切さというものも、まあ、聞いて覚え、また体を動かして、まあ、いろんなものを感じてもらえたんじゃないかなと思ってます。勝也さん、実際今事業とこのサッカーのスクールとしてみて、はいはい、子どもたちの反応というのはどのように感じてますか？そうですね、すごくこう今回こう、ね、取り組む姿勢がすごく良くて、何かこう自分でも一つでも吸収しようかなというような、そういう姿勢を感じましたね、はい。スクールマスターとして、まあ、こういった、はい、子どもたちと接するところ多いと思うんですけども、はい、どういったことを伝えたい、うん、どういったことを感じてほしいと思ってされてますか？はい、やっぱり子どもたちの可能性というのは、まあ、無限大だと思うんですよ。だその中の自分のこう可能性ということを一つでも何かね、俺もできるんじゃないのかなという、そういう自信も持つようなことを、こういうボールを使ったりで人と触れ合う部分でこう何か発見があればなということで、こういう自分たちは取り組んでいますけども、はい。森島さん、勝也さんの授業を、はい、今日一緒に学んで受けてみていかがでした？はいはい、いや自分自身もね、また今までね、まあ、勝也さんの逆にこう話を聞くという側に回って、まあ、改めて聞く中でね、自分自身も今日勉強させていただきましたし、はい、腹筋の大切さもすごく勉強させていただきましたでも何より子どもたちがやっぱね、うん、笑顔になってすごくこう元気よくね取り組まれてたので、うん、もうそういったところっていうものをね、これからに生かしていってほしいなと思いますね。ブルーのオメンデスのつかみはいかがですか？はい、ちょっとねなんか滑ったような感じですけども、うん、まあ、しかしこう選手、みんなはね、うん、ブルーメンデスって言ってくれるところすごくね、はい、やっぱり嬉しく思ってますね。いや、はい、誰って言われるのが一番あれだったんですけど、中にはやっぱりちゃんとサッカーを、うん、セレッソを見てくれてるっていうことが確認できてましたので、よかったです。いやいや、45分のうちの40分ブルーノ・メンデスの話になったんかなとちょっと一瞬心配しましたけども、はい、よかったです。途中でちょっとでもね、はい、結構選手たちをみんな知ってる、ね、子どもたちも多かったので、そうだね、うん、本当に非常にね、セレッソの選手たちも新たに知ってもらった選手もたくさんいましたし、はいはい。でまあ、これからの授業もありますけども、まあ、こういった授業を受けた子どもたち、もちろんこれから受けてない子どもたちにも向けて、これからこの日本の子どもたちにはどういったふうに大きくなってもらいたいか、子どもたちにメッセージを、まず勝也さんからいただけますか？はい、まあ本当今日の中のその本当一コマでもいいですから、俺もできるんだとか、そういう自信を持ってねやることが、今後自分のこう将来的な部分で、今やってることが将来的な何かが役立つという、そういったことで取り組んでもらえればね、本当嬉しく思ってます。はい、お願いします。はい、まあ、子どもたちがね本当にこう夢を持って、まあ、それに向かって、一生懸命ね一歩一歩やっていくっていうのが非常に大事なことだと思いますし、もう何よりもこうやってスポーツというところで体を動かすというものがね、本当にこう笑顔にもなりますし、またその中で大きな夢というものが、ね、出てくるので、まあ、今回この、まあ、大阪南ロータリークラブであったりこうセレッソというね、まあ、こういう場というものをもっともっと、作っていけたらと思います。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか漫才してるみたいな感じになってますいや、2人で並んで倒らせてもらってよかったなと思って本当ありがとうございました。はい、ブルーノ・メンデス、いや、はい、もう最後の最後までブルーノ・メンデス出てきましたけど、ね、あそこでもちゃんと本当あれ子供たち最後何が残ってるって言ったら、うん、言葉でブルーノ・メンデスってなってたかもしれない、うん、それでいいんですよ。それで僕の役割はそれで、いやいやいや